こんにちは、内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今回は大学分別の学歴フィルターと称して、就活生に広く認知されている各業界のトップ企業の採用者のうち、学歴上位層、ボリューム層、学歴下位層の大学を紹介していきます。皆さんご存知のように、就活においては学歴フィルターというものが確かに存在します。株式会社アイデム、人と仕事研究所が2017年に発表しているデータでは、766社のうち 37.6% の企業が学歴、学校名によるフィルターをかけていると回答しています。企業によっては学歴によって説明会にすら参加できなかったり、TS すらも確認されないまま弾かれたりと、大学によってかなり可能性は変わってきますので、今回はあくまで目安となりますが、各企業の学歴フィルターのレベル感をご紹介します。今回お届けする情報は、就職指標の採用実績校のデータ、および当塾に在籍する大手企業で現役で働く先生のデータから推察したものになっているため、絶対的なデータではないということを先にお伝えしておきたいと思います。また、難易度分けをするにあたっては、誤解を防ぐため、就活生に広く認知されている各業界のトップ企業の総合職採用のみを対象に紹介していきます。では、早速紹介していきます。まずはこちらの基準から。学歴上位が該当なし、ボリューム層が東京一高旧帝大、学歴下位が総計上位層の会社です。とりわけ有利とされる学歴はなく、採用される学生のボリュームゾーンが東京一高や旧帝大、採用者の中でも学歴下位に当たるのが総計上位学部といった学歴フィルターとしては最高難易度の企業です。それがこちらです。東大生の就職先ランキングでも常に上位に食い込んでくる外資系金融業界や外資系戦略コンサルティング業界の有名企業がこの基準に該当します。コンサルのような高度な知的プロフェッショナルとしての仕事を要求される企業では、決して物量の勉強だけでは入れない東大、京大といった地頭の良い学生を採用します。こういった企業では筆記試験などで東大生でも足切りを受けるケースがありますので、総計以下の学歴でコンサルを目指す場合は筆記試験で高得点を取り、その後のフェルミ推定やケース面接への入念な対策が必須です。ではテンポよくいきます。次はこちらの基準です。採用者の中で学歴上位に当たるのが東京一高や旧帝大、ボリューム層は総計、学歴下位がマーチ上位層といったマーチですら学歴下位となる基準の企業です。それがこちら。就活生の人気どころの業種業界、かつ就活生に広く認知されているトップ企業のみを挙げていますが、これらの企業に就職するならマーチ以上の学歴は最低欲しいです。これらの企業の過去の採用者の中にも、もちろん2コマ線以下の学歴の方もいらっしゃるとは思いますが、特に主要キー局や大手広告代理店、出版社などの場合、政治家や人気歌手、大手上場企業の創業一族のご子息、ご息女などがコネ採用で採用されているケースがありますので、注意が必要です。正直なところ、2コマ線以下の学歴の方が、これらの企業を目指す場合は、学歴以上の評価ポイントがなければ、就職は難しいと言えます。難易度の例を挙げると、日本大学から総合5大商社を狙うのであれば、TOEIC 900点の取得に加え、体育会でマネジメント経験を積んでいた、などであれば、可能性が生まれます。また、今回は、マーチを学歴下位としていますが、これら超大手の人気企業となると、総計と旧帝大の採用が過半数以上を占めて、マーチは数名程度の採用になっている場合が多いです。参考程度に総合5大商社の中の三菱商事の採用実績を見ると、採用人数ランキングトップ10にマーチの名前はなく、ほとんどが東大、京大、総計の学生が占めているのがわかります。ですので、マーチ出身だけど商社をはじめとした難関企業に就職したいと思うのであれば、3年生の今のうちから OB 訪問、ES 対策、ウェブテスト対策を進めておくくらいの行動量がないと難しいと思った方が良いと言えます。では後半戦いきます。次の基準はこちらです。学歴上位が旧帝や総計、ボリューム層がマーチ、学歴下位が日東コマ線上位層といった比較的学歴に寛容なラインを設けている企業です。その企業例がこちら。今の時期からサマーインターンやその後の本選考に向けてウェブテストや企業分析を進めていけば、日東コマ線の学生でもこれらの企業に受かる可能性があります。ただし依然として難易度は高いと思っておいた方が良いでしょう。ちなみに東洋経済オンラインが公表している有名企業400社への実就職率が高い大学ランキングの情報によれば、日東コマ線の有名企業400社への就職率は平均して 5.7% という結果でした。もしこれを見ている日東コマ線の学生でその可能性を少しでも上げたいということでしたら、この動画の最後で日東コマ線でも学歴フィルターを突破する方法をご紹介しますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。では今回紹介するラストの基準になります。こちらです。学歴上位が総計マーチ、ボリューム層が日東コマ線、学歴下位が大東亜帝国上位層という基準の企業です。早速企業例はこちら。
これらの企業の採用実績を見るに、日東駒線以外の大学からも積極的に採用を行っていますので、明確に学歴フィルターを設けていることは少ないかと思います。大手企業であっても、リテール営業職を毎年大量に採用する企業では、学歴問わず採用するケースが多いです。リテール営業職というのは、主に金融業界なので、個人や中小企業などの比較的小規模の顧客を対象とする営業業務のことです。とにかく大手企業に行きたいという就活生がいれば、大手のリテール営業職を中心にエントリーしていくのはありだと言えるでしょう。はい、ここまで一気に紹介してきましたが、最後に現時点で志望している企業で学歴下位にも満たなかった、つまり学歴フィルターを突破する必要性がある就活生に向けて大事なことをお伝えします。こちらの動画でもお伝えしているので、ぜひ見ていただきたいんですが、基本的に学歴フィルターを突破する方法は次の5つしかありません。1. 仮面浪人をして上位校に進学する。 2. TOEIC 900点といった難関資格に挑戦する。 3. 真似できないような突き抜けた経験や実績を積む。 4. OB 訪問や選考機会を増やすなど行動力で突破する。 5. 就活塾に通うです。どれもなかなか実現が難しい方法です。ただこの中で一つだけ学歴フィルターを突破する上でクリティカルな方法があります。それが5の就活塾に通うことです。宣伝でも何でもありません。事実なのでお伝えしますが、就活で落ちる最大の要因は学歴ではなく本人のスペックが不足していることにあります。学歴ではなくスペックです。もちろん学歴が低くても優秀な方はいらっしゃいます。ですがこれまで膨大な学生と面談してきて思うことは、基本的に学歴と本人のスペックは比例しているということです。具体的にはビジネスコミュニケーション能力や論理的思考力、筆記試験の点数などです。学歴が低い方の大多数は総じて企業が求めるこういったスキルが不足しています。つまりスキルアップのためのトレーニングをしていく必要があるということです。本を一冊読み込む程度のトレーニングでは無意味です。ライザップのようにプロの力を借りて最速かつ最大のスキルアップをしていくことこそが学歴フィルターを突破する一番の近道です。参考情報になりますが、過去の塾生の実績から言えば、たとえ学歴フィルターの基準に満たなかったとしても2ランク上の企業までは狙えます。実例として日大から日産自動車、フェリス女子大からサイバーエージェントなど、一般的に難しいとされる学歴からでも難関の大手人気企業に内定を決めています。もし本気で就活にトライして学歴フィルターを突破したい、難関の大手人気企業に入社したいと思うのであれば、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会に来てください。奇跡的な内定を勝ち取るための戦略をお話します。最後に重要な告知です。今回ホワイトアカデミー初の試みとなりますが、この動画を見てくれた24卒もしくは就職留年している学生さんに向けてちょっとしたキャンペーンを実施します。キャンペーンの詳細は次の通りです。 1. あなたの個別具体的な状況にマッチしたホワイト企業の紹介。 2. 志望業界企業の内定を勝ち取るための戦略を紹介。 3. 面接突破率を飛躍的に高める面接ノウハウを限定公開。こちらです。今回紹介しきれなかった学歴フィルターを突破しなくても入れるホワイト企業や新卒でしか入れないホワイト企業など、7500社のホワイト企業リストからあなたの志望業界に合った優良企業を紹介します。それだけでも就活を進める上での参考になるんですが、あなたの志望する業界や企業の内定を勝ち取るための戦略までお話しします。また直近でインターンの重要な選考を控えているという就活生に向けては、通過率を飛躍的に高める面接ノウハウを、就活を始めたばかりの方にも今後のギアを上げる情報をお伝えしますので、概要欄からご応募をお願いいたします。ただ枠に限りがあるため、ひとまず10名限定で実施します。生まれ次第その旨を概要欄に記載するようにします。ぜひご応募ください。あとホワイトアカデミーのサービスについても簡単に紹介させていただきます。弊社は一流ホワイト企業への内定率が 100% の就活塾です。詳細は概要欄にあるホームページを覗いてみてほしいですが、昨年度については受講者全員がホワイト企業に内定しました。主な内定先はこんな感じです。万が一にもホワイト企業に内定がもらえなかった場合、授業料の全額返金保証もありますので、まずは無料相談に申し込んでいただければと思います。では本日は以上です。ありがとうございました。